赤台竿は兵庫県西宮市生まれのゲームクリエイター。現在、コナミデジタルエンタテインメントから発売されている野球ゲームソフト実況パワフルプロ野球シリーズの開発者として知られる。1985年、大阪電気通信大学電子工学科を卒業。卒業後、コナミ工業に入社。悪魔城ドラキュラなど、 MSX 用ゲームソフトのプログラマーを務める。1991年、豊原康二らと共に、X68000 用ゲームソフト、生中継68を開発、発表。3年後の1994年に生中継68をもとに新たに開発された、スーパーファミコン用ソフト、実況パワフルプロや994を発表。以降、 同作品を中心とするパワープロシリーズでチーフディレクター、プロデューサーとして活躍。その間、コナミ神戸開発部コナミコンピュータエンターテインメント大阪営動。2001年には同作品のエッセンスを引き継いだプロ野球ジャパン2001をプロデュース。移行同作品の流れは現在のプロ野球スピリッツシリーズへとつながっている。パワープロシリーズから離れた後は、 ゴルフゲーム、カットビ。ゴルフのプロデューサーを務め、クシをコンシューマーソフトウェア事業部プロデューサー兼制作、推進室マネージャーとなり、日本野球機構など外部との交渉役などを務める。阪神甲子園球場の近くで生まれ育ったことも、あって熱烈な阪神ファン。応援団に入っていたこともある。最初に、パワープロの企画書を提出する際に、に等身キャラクターの走る様から、 テケテケプロ野球のタイトルにしたため、上司に30分の説教を受けたことがある。1995年に設立した、コナミのゲームソフト開発志会者。ハット後に、東京に本社を置く、コナミコンピュータエンタテインメントスタジオを合併し、同社名に変更。実況パワフルプロ野球94公式ガイドブック、掲載のインタビューより、 実況パワフルプロ野球パワープロ大全掲載のインタビューよりありがとうございます。